どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が1分で作成できて3分で買い物ができるバンドルカードについて、作成方法やメリットデメリットを中心に紹介していきたいと思います。子供のキャッシュレスデビューやポイ活にも最適なカードですので、今回の動画が参考になりましたら幸いです。まずは時間がない人のために簡単にまとめます。バンドルカードはプレカ嫌いな人でもチャージをすることでネットショッピングができるカードです。リアルカードを発行すれば実店舗でも利用可能です。また未成年でも作成できるため、子供にカードを持たせることができます。しかもチャージ式のため使いすぎることはありません。ポチッとチャージという後払い式のチャージ方法もあるので、金欠だけどどうしてもお金が必要な人には重宝します。さらにPayPayと連携ができ、 ANAPay へのチャージも可能です。保有しているクレジットカードからバンドルカードリアルプラスにチャージして、そこから ANAPay にチャージすることで二重取りができます。クレカポイントをゲットしながら ANAPay での還元も享受できます。クレジットカードは作成したくないけどキャッシュレス決済を行いたいという人、 ANAPay を利用している人には作成する価値ありです。ではここからバンドルカードについて詳しく紹介していきます。バンドルカードは誰でも作れるビザプリペイドカードです。株式会社カンモというベンチャー企業が運営しています。1分で作成ができ、3分で買い物が可能。バーチャルカードだけでなくリアルカードもあるので、ネットと実店舗の両方で利用できます。年会費や入会費など無料で、審査や年齢制限もなしで発行ができます。バンドルカードにはバーチャル、リアル、リアルプラスの3つの種類があります。バーチャルカードはネット決済ができるビザプリペイドカードです。ネット上で買い物するときに利用できます。 Apple Pay には対応していませんが、 Google Pay に登録することでビザ加盟店でタッチ決済が可能です。リアルカードを発行すればリアル店舗でも利用できるようになります。券面のデザインはベーシックホワイト、バンドルホワイト、バンドルイエローの3種類があり、300円から400円で発行が可能です。ベーシックとバンドルの主な違いは、券面にカード番号などの情報が書いてあるかどうかです。バンドルの券面は何も書いてありませんので、セキュリティを高くしたい人はこちらの方が向いています。シンプルでデザイン性も高いです。リアルプラスカードは通常のリアルカードに加えて3つの特徴があります。使えるお店が増える、チャージ上限が増える、海外でも利用できる、この3つです。リアルカードよりも上級サービスを求める人向けのカードです。海外へ行くときにもしものことを考えてクレジットカードを持っていきたくない人もいると思います。そういう人には最適なカードです。バンドルカードなら落としてもすぐに利用停止が可能です。料金は通常のバンドルカードよりもやや高くなり、最大で700円かかります。ベーシックグレーが600円、バンドルブルー、バンドルレッド、バンドルブラックが700円です。こちらもベーシックとバンドルの違いは券面に情報が書かれているかどうかだけです。機能面の違いはありません。バンドルカードの作成方法はとっても簡単です。1、アプリをインストール。2、電話番号を登録。3、認証番号を入力。4、ID とパスワードを設定。5、生年月日と性別を入力。これですぐにバーチャルカードが発行できます。リアルカードを発行する場合は管理画面から申請する必要があります。申請してから到着までに数日かかりますので、余裕を持って申請してください。バンドルカードを作成したら、続いてチャージをしなければいけません。チャージ方法は全部で9通りあります。チャージの上限額はカードの種類によって異なります。リアルカードプラスは1回のチャージ上限額が10万円まで、その他は3万円です。ポチッとチャージは後払い式のチャージ方法です。今お金がなくてもチャージをしてバンドルカードで支払いができます。ただし
チャージ料金を支払うときに500円から1800円の手数料がプラスでかかりますので注意してください。こちらに限り1回で5万円までチャージができますが、その場合1800円の手数料がかかります。ドコモ払いは携帯料金と一緒に代金を支払うことのできるサービスで、ドコモの通信キャリアを利用している人だけしか使えません。セブンイレブンにある ATM からチャージをする方法です。 QR コードを読み込ませてから入金することでチャージができます。コンビニのレジや端末で操作することによりチャージができます。対応しているのはファミリーマート、ローソン、セイコーマート、デイリーヤマザキの4つです。保有しているクレジットカードからチャージする方法です。対応しているのはビザとマスターカードのみで、 JCB やアメックスは利用できません。さらに 3D セキュアを設定しているカードしか利用できませんので注意してください。仮想通貨大手取引所のビットフライヤーからチャージする方法です。もちろん口座を持っている人しか利用ができません。ネット銀行から払い込み手続きすることでチャージができます。 AU 自分銀行や PayPay 銀行、住信 SBI ネット銀行などさまざまな銀行からチャージが可能です。銀行 ATM からフェイジーを利用してチャージする方法です。チャージリクエストをしてから ATM まで払い込みをする必要があります。ギフトコードをもらったら入力することでチャージができます。バンドルカードは全国のビザ加盟店で利用できます。しかしプリペイドカードという性質上、一部利用できない店舗もありますので注意してください。具体的にはガソリンスタンド、宿泊施設、公共料金、定期支払い、定期購買、保険料の支払い、高速道路料金、機内販売、自動券売機など暗証番号の必要なお店、他特定のお店などです。ただしリアルカードプラスはガソリンスタンドと宿泊施設で利用できます。また先ほども言った通り、海外で利用するにはリアルカードプラスが必要です。通常のリアルカードでは国内だけしか利用できませんので注意しましょう。続いてメリットを紹介していきます。全部で6つありますので、それぞれ見ていきましょう。バンドルカードの発行はとにかく簡単です。つまずくことなく1分ほどで完了します。そしてチャージ方法も豊富で、クレジットカードや対応している銀行を保有していればすぐにチャージが可能です。最短3分で買い物ができます。あまりおすすめはしませんが、ポチッとチャージを使えば今お金がなくてもチャージができます。どうしても急にお金が得るようになってしまった場合には役立ちます。ただし手数料がかかりますので使いすぎは厳禁です。トータルでは損になってしまうことを頭に入れておいてください。バンドルカードはアプリ上からすぐに利用停止ができます。もしカードをどこかで紛失しまっても、停止を実行することで不正利用を防ぐことが可能です。もちろん停止をしても残高が減ることはありませんので安心してください。チャージ式のプリペイドカードなので、チャージした分しか利用できません。クレジットカードだとついつい使いすぎてしまう人には最適なカードだと言えます。また子供に持たせるにも最適です。決まった額しか利用できませんので、子供が知らない間に使いすぎるということはありません。クレジットカードを持たせる前の練習としてもいいかもしれません。リアルカードプラスを作成すれば海外でも利用できるようになります。プリペイドカードは海外利用不可のものが多いので、こちらは大きなメリットです。ただし支払額の 4.5% が海外事務手数料として支払額にプラスして支払われますので注意してください。 3D セキュアに対応しています。 3D セキュアは
インターネットで安心して買い物するための本人認証サービスです。 3D セキュアに対応していないと購入できないネットサービスもありますが、バンドルカードなら問題なく購入ができます。メリットの次はデメリットを紹介します。全部で4つありますので、それぞれ紹介します。一番注意してほしいのは、バンドルカードを利用してもポイント還元がないことです。クレジットカードは利用ごとにポイントが付与されるカードが多いですが、バンドルカードはいくら利用しても還元が一切ありません。つまり金銭面でのメリットは皆無です。先ほども説明しましたが、バンドルカードは利用できない店舗がいくつかあります。定額払いは利用できないので、水道代、光熱費を支払うことはできません。クレジットカードよりも使い勝手が悪いことは覚えておきましょう。ポチッとチャージは後払いなので非常に便利なシステムですが、手数料が高いです。最低でも500円、最高では1800円もかかります。3000円チャージして500円の手数料がかかるとなると、 20% ほど損をしていることになります。個人的には利用することはお勧めしません。残念ながら、バンドルカードにチャージした残高は返金ができません。チャージするときは利用する分だけにしてください。 ANA グループが提供している ANA Pay というキャッシュレスサービスがあります。クレジットカードからチャージして利用する事前入金式のキャッシュレスですが、残念ながらチャージに対してクレカのポイントが付与されません。しかし、バンドルカードリアルプラスを利用することで、クレカのポイント、ANA Pay の還元の両方をゲットできます。例えば、三井住友カードゴールドナンバーレスからバンドルカードリアルプラスにチャージし、そこからさらに ANA Pay にチャージします。これで最大 2% の還元率を達成可能です。バンドルカードリアルプラスを作成するには最低600円かかりますが、ANA Pay のヘビーユーザーは作成しておいて損はありません。ただし、この方法はいつ解約されてもおかしくありません。定期的に最新情報を取得するようにしてください。では、最後にまとめます。大きな特徴は、すぐに作成できてリアル店舗でも利用できるところです。また、後払いチャージできるのも大きなメリットと言えるでしょう。どうしても金欠の時は重宝するかもしれません。クレジットカードを持ちたくないけどネットショッピングをしたい人や、子供にカードを持たせてキャッシュレスを勉強させたい親には利用価値があると思います。さらに、ポイ活を利用している人で ANA Pay にチャージする紙ツールとしても重宝します。もし気になったという人がいたら、ぜひ作成してみてください。以上、今回はバンドルカードについて紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。Twitter や Instagram もやっていますので、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録やフォローをよろしくお願いします。